ていうとね、俺ね最近ね気づいたことがあるの。まあ俺もいろんな YouTuber さんの動画を見に行って、まあ、人気の人っているわけじゃん。人気の人はねやっぱりね共通してんのはみんな人柄がいいんだよね。やっぱり人気がある人っつうのは元気で明るくって優しそう、みんな。それを思うと俺ってなんか人相も悪いし態度も悪いし言葉遣いも悪いしダメだなってことなの俺で、この顔こいつも俺ガンくれてるみたいな顔っつうかメンチ切ってるみたいな顔してんで、やっぱちょっとこう人相、人に愛される元気で明るくて愛嬌のある顔ができねえとこれからちょっと YouTuber としてビッグになれねえなって思ったの俺は。だから愛想のある顔っつうか愛される表情っつうのちょっと俺研究しようと思うんだよね。で今これが映ってんだけどカメラに自分の顔が、いつもだいたい俺こういう感じじゃん、いつもだいたいこういう風な顔してるんで、もっと愛嬌のある顔ができねえかなと思って。そうでも俺は笑うと意外と可愛いって言われるんだよ俺は。笑顔だなやっぱり笑顔。基本なんつうかな、俺自分のすげえ嫌いなとこなんだけど、輪郭が四角いじゃん、なんかこうベース型っつうか、俺この輪郭がすげえ嫌いなんだけど、これがなんか締まりがねえ顔に見えるんだよね俺。だから笑ったりとかするの嫌なんだよね。なんかでもこうやっぱ笑えねえと人気が取れねえから。これなんかちょっと見てると気持ち悪いっつうか、なんか目が違うな、目が目がちげえな、自然にこうなんかこう面白い顔にしかなんねえんだけど、自然になんかアイドルみたいな笑顔がちょっと作れねえんだけど。俺合ってんの俺、俺ちょっと愛される顔できてる俺今、愛されファニーフェイスができてる俺ちゃんと。俺ね目がこうでけんだよね、こう開くとこう、この顔がなんかもう気持ち悪いすごい自分の顔が、きしょい、もう最悪。俺も俺がこの動画の視聴者だったら低評価ボタン押すかもしれないね。なんなの俺もはっきり言ってこれね、俺今これやりながら怖いのはオチを何も考えてないっつなんつうの、こう自然に、いや基本俺はあんま可愛いとか思われたくねえの俺はね。思われるんだったらやっぱかっこいいと思われたいわけよ。だからこういう風な顔になっちゃうんだけど、可愛い、でも俺時々可愛いっつわれんだよ。あれだ、そうだ、ちょっと前に可愛いは作れるっつう動画を作ったな俺。そういえばあん時どんなポーズしてたかな、覚えてねえけど。これが愛嬌のある顔っていうのをもっと研究していきたいと思います。